い、皆さんどうもこんにちは、ゆると申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、猫友の方でね、遊んでいきたいと思います。猫友っていうゲームは今任天堂さんのオンラインの方にね、加入してたら2月いっぱいだったら遊べるんでね、気になる人はダウンロードしてみてね。お腹がね、減ってるって確認だけしたから、一旦ご飯にしようか。あ、種類増えてる！トーストだ！うまそう！バタートースト、カリッとふわふわ、猫も食べられる特別なトースト。いいな、パン好きなんだよな。連打でまたか。連打か、またか、おめえ手疲れるよ。まあ、でも頑張るな、みんなのために。めっちゃ切るわ。ええだよ。トントンです。ここは変わらないのか。トントンするわ。トントンっていうか、もう、ほらーみたいな感じだっけどね、どっちかというと。連打めっちゃ多いな。もう、指が終わる。あ、ほんと上手。ありがとう。無事でよかった。あぶねー、いけたー。わ、美味しそう。食べていいやけ。ぴったり5秒止めて取り出しましょう。むずいこと言うな、こいつ。マジか。ぴったり5秒で A 押しましょう。はい。1、2、3、4、5。いけた？大丈夫？早く食べたいです。あ、やばい。4秒83なんだが、ダメじゃね？ 5 秒じゃなくね？まあ、でも焦がしすぎてあれかな。やばい、多分1000点満点だと思うんだけど。しまった、1000点じゃなかった。今までずっと1000点だったのに。ショックすぎる。早く、ちょうだい。あ、はい、あ、すいません、お待たせしました。あ、ごめんなさい。いただきます。てか、うまそう。めっちゃ食いたい。自分が食べたいよ。いいなぁ。あ、てか暑いだろうから、ちゃんとフーフーして食べた方がいいよ。大丈夫か？うわぁ、いいなぁ、美味しそう。うわぁ、食べたい。いちごジャム派ねっていうか、何が好きなのなぁ。何でも、あ、どっちもうまいよね。それで甘い系も甘くない系も。いいなぁ。うまそうだなぁ。うらやましい。食いてぇ。あー、はーい。それでエピソード増えたから行ってこようか。エピソードがちょっとストーリーっぽい感じだね。普通になんか雑談とかおしゃべり自体もできるんだけど、エピソードはそのストーリー。あ、びっくりした。なんだ。改めまして、自己紹介。急に？いや、まあ、ねえ、うん、全然聞くけど、それで言うと。なんで今？あ、まあ、全然いいんだけど。あ、やってきた、どうした？垂れてね、目大丈夫？ぐーちゃんがあなたのとこに来て、なんだかもじもじして言いました。ゆのさん、うん、教えてください。何を？猫ちゃんと仲良くなるには、どうするといいですか？うん、難しいこと聞いてくんな。このお家に来て、ゆのさんとおしゃべりして、あ、やっぱおっしゃったことは、うん、今まで感じたことのない気持ちになったんです。それっていい方だよね。プラスだよね。日本にしてるもん。あったかい気持ちです。あぶねえ。なんか胸くそ悪いですとか言ってもやばいからね。猫ちゃんとも仲良くなれたら、うんうん、まあそうだよね。せっかく一緒に住んでるんだから。もっと温かになれると思うです。ああ、それは素敵なことだね。いいことじゃないか。確かに猫ちゃんは、ぐーちゃんが来てからなんだか隠れてばっかりです。あ、そうなの？知らなかった。まあ、でも確かにこっちのことを喋ってる割合が多いかもしれない。あ、見てるー。めっちゃ見てるー。猫ちゃんがちょっと顔を出して、あなたとぐーちゃんを見ています。今の話を聞いていたのかな？いや、それはわかんない。まあ、でもめっちゃこっち見てることだけはわかったわ。猫も、うん。ゆのさんと仲良くなって、うん。なんだか、あったかい気持ち、わかったの。そうなの？二人とも、二人とも、ぐーちゃんの言ってること、わかる。あ、わかる。あ、よかった。いいことじゃないか。うん、ふーは、猫ちゃんとも、仲良くしたいです。ああ、いいことじゃないか。でも、どうしていいか、わかんない、わかんない、わかんないだろ。めっちゃテンパってて、落ち着け、落ち着け。一旦落ち着くところか、ああ、逃げちゃった。逃げるからだよ。猫ちゃんもあなたの後ろに隠れてしまいました。多分人見知りなんだろうね。どうしましょう。猫見知り？わかんねえな。ゆのさん。もう、でも、徐々に近づいていくしかないよね。まず自己紹介したら、自己紹介するべきだと思う。するべきだと思ってちょっと決めつけちゃってるから、まずどうかなって提案からしてみようじゃん。だから、改めて自己紹介だ。自己紹介って何？あ、そっか、そもそも自己紹介知らないのか、ごめんね。自分で、自分のことを教えるみたいな。あ、俺わかるんかい。こういう猫ですっておしゃべりするんだと思います。まあ、合ってる合ってる合ってる。そっちの方が説明しかもわかりやすいな。うまいな、説明。わかった、こういう猫ですって、おしゃべりするのね。そう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 。まあ、お互い知るところからか。猫はね、何話せばいいの？なんで？わかんない。え、今なんかわかった感じだったじゃないか。そうだ、ゆのさんにつけてもらったお名前についてお話ししませんか？なかなかの議題だな。わかった。マジか。あ、議題って言っちゃダメか、話題か。ね、猫はね、猫って名前好き。あ、本当よかった、いいことじゃないか。なんだかとってもほんわかな名前なの。あ、本当それってまた嬉しいよ。わかります。ゆのさんがふーって
読んでくれると、胸が温かくなって、ほんわかするんです。あ、そうなの？それはちょっと知らなかった。マジか。二人はほんわかと言った後、その言葉を刻むように胸を押さえました。ほんわか？ですね。あ、いいことじゃないかな。分かり合ってるっぽくない？グーは、ユノさんのことも、もっと知りたいです。あ、はい。例えば、聞いてもらったら、答えられる範囲だったら答えるわ。もっと知りたいのよ。最初は、グーから聞くです。口暗記みたいな。あ、そう。ユノさんは、男の子ですか？女の子ですか？あー、ごめんね。個人情報系答えられないんだ。もう二択しかねえじゃねえか。おいおいおい、二択しかないよ。嘘だろ。嘘だ、そう、どちらにしようかな。女、じゃあ女の子です。女の子なんですね。あー、どちらにしようかな。女の子だったよ。やっぱりなの。可愛いなって思ってたんだよ。そうなの、ありがとう。あんま言わないけど、優しそうだなって思ってたです、うん、あ、ほんとありがとう。うん、いじくそ悪そうだな。質問したい。あ、なんで言ってみろ。ユノさんは学生さん、それともお仕事をしているの？あ、もう一回言うね。あの、ちょっと個人情報系、あ、秘密あるじゃん。あ、よかったことあったあったあった。秘密なんだね。あ、ごめんね。ユノさん、ミステリアスで、ほんと？かっこいい感じがするです。おい、お、いいこと言うな。まだまだ、ユノさんの知りたいこと、いっぱいなのよ。ユノさんのいい日っていつなの？いい日？いい日って、何ですか？そうだよね。猫もちゃんとは知らないけど。知らないんか、なんで聞いてきたんだよ。じゃあお誕生日っていう、とってもいい日があるらしいのよ。びっくりした。いい日って何ですかって言われて、何でそんなラッキーってみたいなのがあるのかなと思って。生まれた日のことを言うんですよ。そうそうそう、生まれた日はいつですかだったら分かる。いい日って言われた瞬間さ、お誕生日はいつですか、もう一回言うね。個人情報系答えられないんだよな。誕生日の月を選んでください。こいつマジか。ジャンル、ジャンルって書いてる。1、2、3。ああ、まあ、それはそうか。12月まであるんだから。どうしよう。ルーレットする？トゥルルル。ああ、無理じゃねえか。あ、これずっとさ、下から上まで、なんかダダダダダってわけじゃないんだ。それで言うと、誕生日の話前にしたことあるんだけど、なんか、ユノのアカウントを初めて作った日にするか、初めて配信した日にするか、みたいな話してたんだよ。もともと YouTube 始める前に、ミラティブっていうスマホ一つでできるあの配信アプリがあるんだけど、そっからはもともと配信始めて、今 YouTube になってるんだけど、イノっていうアカウント作ったの自体がね、4月なんだよな、確か。誕生日の日にちを選んでください。うわ、覚えてないんだよな。か5日か6日かどれかなんだよね、確か。いや、違うか、どれだっけ。なんかね、4、5、6のどれかでね、確かね、1年だったんだよ、配信始めて。で、なんかその日に作った日にやったわけじゃなかったんだよな。作っちゃなかったかな、あんま覚えてないんだよな。ダメだ、もう目の前から1にしようか。教えてくれた日がお誕生日で合ってるです。いやー、ちょっと自分もね、記憶にないな、わからないけど。ユノさん、いろんなことを教えてくれてありがとう。全部覚えたよ。あ、覚えなくていいよ。てか個人情報系は答えられないから質問やめてね、ごめんね。全部覚えたです。あ、ほんと、すごいね、記憶力が。もう一つだけ聞きたいことがあるです。ユノさんは何色が好きですか？あ、全然急に系統変わってくるじゃん。好きな色、まあ、強いて言うなら黄色かな。それで言うと黄色が好きかな。でもこれ英語でよかった。英語じゃない、黄色よかった。ユノさんらしい色だね。あ、本当？黄色。あ、黄色で言うの？OK。好きになりそうです。あ、本当？いいことじゃないか。じゃあ、ブーちゃんは何色が好きなの？なんかグレーっぽくない？ブーは青色とか。あ、そうだ、水色が好きです。水とか、水系だよね。お空の色みたいですから。なんかなんとなくそんな感じの色好きそう。猫ちゃんは何色が好きです？なんかオレンジとかさ、黄色とか、それこそなんか暖色系っていうのあっち系好きそうじゃない？猫は銀色が好き。お魚の色。あ、理由そこなんだ。あーね、なんかちょっとぽいな。急にいっぱいおしゃべりをして一緒のことが見つかって、少しあなたと2匹は仲良くなったみたいです。あ、いいことじゃないか、おめでとう。あー、時間が過ぎてた。4時。家族レベルアップ。4、4になったんだ。マックスなんだろうね。10かな。それともうちょっと上げてたんだ。美味しいお料理が作れて、すごいです。
まあでもさっきちょっとトーストミスっちゃったからな。ふーには、ゆのさんがキラキラ輝いて見えるですよ。ほんと、ありがとう。それだ、キラキラ輝いてる、大丈夫だよね、みたいにすごいってことを褒めることが知りたいです。キラキラ輝いてるみたいにすごいの褒め言葉、すごいじゃなくて、え、むずくね。キラキラ噛んじゃった、キラキラ輝いてるみたいにすごいってこと、でもさ、キラキラ輝いてるとか眩しいみたいなことで、眩しいってさ、すごいってわけじゃないよね。すごいってすごいじゃないよの、それで言うと、めっちゃむずくない？待って、これ逆にこっちは聞きたい。キラキラ輝いているみたいにすごいこと、すごいじゃないの。だから結局すごいんでしょ。じゃあすごいじゃん、分かってるか。だからすごいだよね、それで言うと。あ、ほらほら、これこれすごいってことでしょ。すごいって言えばいいですね。だからすごいって自分で言ってたじゃないか。ゆのさんはお料理上手で、すごい、あ、まあでも日本語的になんか、まあまあすんなりすると合ってるんじゃない。合ってるですか。例えかよ今の。まあまあ、待ってなってなってる、大丈夫大丈夫、合ってて、よかったです。それで言うと吸収率エグいよ。すごい、もっと使ってみるですね。それだとなんか使ってみたいから使うみたいになっちゃうから、なんか本当に思ってないみたいになっちゃう。優しくてすごいです。あ、すごいじゃん、もう使い方完璧じゃん。自分も使っちゃってる。それから一回の言葉を知ってて、すごいです。それとおめえの吸収率もすげえよ、礼儀正しいし。あとあとくっつくとあったかで、すごいで。それで言うと毎日起きてすごいで。なんでデーで止めるの。ニャランいっぱいあって一度で全部出てこないです。素晴らしいな。教えてくれて、いえいえ、ありがとうです。褒めてくれてありがとうございます。またお話ししてくださいです。あ、オッケーオッケーオッケー。声かけて。めっちゃ手振ってる。うわー、かわいい。マジかよ。もうガチかわいいな。まあ、一旦切りいいから終わるか。というわけで、いっぱい褒めてもらいました。嬉しかったです。年内にね、チャンネル登録者数ね、1000人超え目指してるんでね、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。